トマコのホットニュース。こんにちは、トマコです。街では早くも新年の松飾りがちらほら見られる今日この頃ですが、皆さんは新年を迎える準備は進んでいますか？トマコは大掃除も終わって一段落。一年が経つのは本当にあっという間ですね。さて、今回はわら温泉三松さんからホットなニュースをお届けします。まず最初のニュースは、食生活と健康について考えるイベント、食べて学ぼっさの話題よ。皆さんは普段何気なく食べている3食の食事について考えることはありますか？毎年開かれている食べて学ぼっさでは、さまざまな展示や体験を通して普段の食生活を振り返り、豊かで健康的な食生活を送ってもらうことを目的としています。こちらでは普段とっている食事のバランスがどのくらい正しいかをコンピューターでチェックすることができます。IC タグが埋め込まれた実物大のフードモデルを使って、いつも取っている食事をトレイの上に再現し、センサーボックスの上に置きます。するとコンピューターが量やカロリー、組み合わせをチェックしてくれます。その診断結果を踏まえて、管理栄養士さんが食事の取り方について指導をしてくれます。なかなかバランスよく食事を取るのは難しいのね。トマコもこれからはバランスを考えて食事を取らなきゃって改めて考えさせられたわ。こちらでは食生活改善推進員さんが塩分の少ない料理を紹介しています。減塩の料理は味がなくて美味しくないと思っていたけど、しっかりと出汁の効いたスープは塩分が少なくてもとっても美味しかったわ。普段学校で子どもたちが食べている給食について、栄養教諭の皆さんから写真を交えてお話を聞くことができました。とっても安全に調理がされていることが分かったわ。来られていたお母さんたちもこれで安心したんじゃないかしら。そしてじゃじゃーん、こちらは限定50食の食べて学ぼっさ給食です。栄養価を学校給食基準に合わせたボリューム満点な内容です。あばらさんの野菜をたっぷり使ってワンプレートにしたバランスの取れた給食をイメージして作られています。あばらの子どもたちはいつもこんな美味しい給食を食べているの？羨ましい。あばら市では毎月25日をおばあちゃんの味の日として、伝承料理を若い人たちに伝える取り組みを行っているんです。こちらでも実際に食べてその美味しさを体験することができました。見た目は地味だけど美味しいのよね。優しい味がおばあちゃんを思い出すわ。その他にも会場では食育クイズも行われており、いろんなことを改めて知ることができました。意外と知らないこと、忘れていたことが多かったわ。私たちが生きていく上でとっても大切な食、この食べて学ぼっさでたくさん食べてたくさん学ぶことができて本当によかったわ。これからはもう少し栄養バランスを考えて食事しないとね。さて、ここからはいつものようにあばらの誇る温泉宿をご紹介してもらいましょうね。お願いします。はい、ともこちゃんこんにちは。三松の温泉は楽しんでもらえてますか？はい、お肌に優しい温泉に浸かって心も体も癒されました。いつものようにお宿のご紹介をお願いできますか？はい、三松は日本海側最大級の露天風呂付き客室数を誇る温泉宿です。別邸ビュー4階悠々の階5階
ヨーヨーの階には全室それぞれに異なるタイプの湯船を備えております。さまざまな形状の湯船に立ち込める湯の香り、湯のぬくもり、プライベートな温泉でリラックスしながら湯の恵みを十分にご満喫ください。別邸ビューはより快適にご滞在していただくために、室内には和室を中心に和モダンのベッドルーム、朝食どころなどを備えております。あわら温泉ならではの湯の情感を心ゆくまでお楽しみいただくため、客室露天風呂はヒノキ風呂や石風呂、しがらき焼き風呂など雰囲気や形状がすべて異なる湯船をご用意いたしました。次に訪れた時は前回とは違うお風呂に入れるという楽しみ方もできます。また趣の異なる2つの大浴場も大変好評をいただいております。開閉ドーム式の太陽殿とドーム外の岩風呂を配した展望露天風呂、そして大きな月の円を描く明月殿、肌に優しい温泉として誉れ高いあわら温泉、その良質で効能豊かな温泉を心ゆくまでご満喫いただけます。回廊庭園の季節の移ろいを眺めながら、しばし日々を忘れてあわらの湯のぬくもりを満喫してください。さて続いては金津本陣イコッサで行われた民話講演会の話題よ。11月25日この日金津本陣イコッサの3階大ホールで行われたのは民話講演会、あわらの民話を訪ねて。これは今年7月に完成したあわら市に古くから伝わる民話をまとめたあわらの民話 DVD をもとに、この DVD を作成した市民団体活路塾の皆さんが民話の読み聞かせとその解説を講演会として開いたものなの。奈良から春日明神のおみこしの友をして、行産の神主さんやら坊さんやらがおくだりになったんやと。読み聞かせでは鹿と十号の用水、お笹の池、三枚の鱗など、あわらの民話 DVD に収録されている民話を塾長の後藤さんによる生ギターの演奏を BGM に、福井弁の温かい語り口で読み上げていました。読み聞かせの後には、その民話がどのような史実をもとに生まれたのか、活路塾の新江さんが写真や資料などを交えて解説しました。聞き覚えがあるものからそうでないものまで、自分たちが暮らす地域に伝わるさまざまな民話と、その民話の歴史的背景のお話に講演を聞きに来た皆さんは興味深そうに熱心に耳を傾けていました。あわらの民話 DVD には、あわら地区、金津地区の民話や伝承が20編収録されていて、その土地に伝わる民話を深く知ることで地域の魅力を再発見できて、ふるさとあわら市のことがますます好きになれそうね。今回は2017あわら食と健康フェア、食べて学ぼっさと民話講演会、あわらの民話を訪ねての2つの話題をお送りしました。では次回またお会いしましょう。